は、長野県佐久市にある佐久総合病院を育て、農村医療を確立した医師。若月俊一著作集村で病気と戦うなど、著書多数。日本農村医学会の創立者。国際農村医学会名誉会長。1982年君に当局日、重光明受賞。東京市神田区出身。神田の用品店を営む若月工作。 秋夫婦の次男として誕生。関東大震災による火災で家を消失、無一文となる。その頃、約3ヶ月6幕炎で入院した経験から医療へ、関心を持った。富士一中、松本氷家を鶴井卒業後、東京帝国大学医学部へ進学。東京帝大同期に、坂木原茂、近藤浩二、津川武一などがいる。文学や哲学に興味を持ち、 マルクス主義に傾倒して、職業革命化を目指した時期もあり、共産党からの入党の勧誘があったが直前で、転校した。1936年大学卒業。東京帝国大学文院外科、大月菊夫教授の主催する医局へ入局。戦中は、衛生部の一兵卒として、満州国へ出征した。また、工場での労働災害の研究活動を理由に、 1944年1月、治安維持法に定職したとして検挙され、目白の高知署に1年間抑留された。大月教授の勧めで1945年3月に、長野県南作郡薄田町の作病院に赴任。戦後、労働組合を結成して委員長となり、1946年10月には、全従業員の投票により、委員長に就任した。 農民と共にの精神で地域住民の中に積極的に入り込み、無意村への出張診療など住民と一体となった運動としての医療実践に取り組む。また外科医として先駆的な脊椎カリエスの手術なども行い精力的に発表した。予防は治療に勝るとの考えのもと自ら脚本を書いた演劇などをセットにした出張診療を行い衛生活動の啓発に、 努めた特に、八千穂村では、現在の健康診断のモデルとなった、全村一斉検診を早くから言った。農民の生活に密着したフィールドワークや研究を行い、気づかず型、我慢型の潜在疾病の概念を確立し、日本のみならず、アジア諸国の農村医療のモデルとなっている。医療の民主化を目指し、約半世紀にわたり、地域での医療実践に尽くした。 また、高度経済成長の流れの中で、佐久総合病院の維持、拡大に努めた。誇りとシンパシーを持って農村部で働くことのできる、医師を養成すべく、農村医科大学の設立を目指した。1976年には、農村医療に尽くした功績により、アジアのノーベル賞と呼ばれる、マグサイ最小社会指導者部門で受賞している。他に、アサヒ社会福祉賞も受賞。 著書、村で病気と戦うは、地域療を志す人間のバイブル的存在である。2006年8月22日午前5時5分、肺炎のため、入院先の佐久総合病院で死去。去年96、ほか、ありがとうございます。